はい、鎌倉武士の紀行、菊池武時公ですね。武光公の違いとしても有名ですし、まあ、鎌倉の末期にですね、名を馳せた菊池氏の、当主として有名ですけども、武時公の名前が上がるのはやっぱり鎌倉末期でですね、まあ、反北条というか反鎌倉幕府とか、一応幕府御家人という立場の人たちはいっぱいいたんですけど、足利尊氏や新田義貞、楠木正成、楠木正成は、土豪って言った方がいいかもしれませんけど、そういう人たちの蜂起によってですね、鎌倉幕府が滅亡するんですけども、この方はですね、滅亡する年に亡くなってるんですが、活躍としてはですね、少し前の方になって、鎌倉からですね、南北朝にかけては、息子さんの菊池武光公、下に立派な銅像がありますけど、その方がですね、あまりにも著名なんで、この父親がですね、結構急死してるっていうか、亡くなるのが、早いっていうか、少し若いと思うんですよね、この年代にしてもですね。それで、家督相続からもですね、菊池氏というのは、後に大友氏や島津氏から養子を迎えたりすることもあったんですけども、結局、これからですね、鎌倉、室町、戦国、特に戦国時代にですね、やっぱり三州の大衆、三州と言わないな、肥前、立像自治、それと豊後の大友氏、それと、薩摩の島津氏と、その三大勢力に囲まれてですね、常に、どっちかにですね、ついたり離れたりと、そういう武家部門だったわけですよね。で、南北朝期にはですね、基本的に南朝側にいた人たちなんで、そういうことで有名になったと。菊池という名前はイコール、菊池神社もね、天皇家の家紋が入ってましたけど、親王というか、結局足利幕府が武家の棟梁ですんでね、それに従わざるを得ないんでしょうけども、北朝期の時はですね、精力的に南朝側の人間を助けて、南朝の勢力も、かなり入ってきてですね、結構助けたということになります。で、さっき言った大友氏とか、北九州はまだ小西ですね、竜造寺の前の小西、それと、薩摩はですね、まだ勢力は薩摩と大隅だけだったんですけども、ちょうど中間地点、肥後の国イコール南朝といったらちょっとあれですけども、北朝側もいたんですけど、南朝の勢力の方が結構推してたと。というより九州で一番の拠点を持っていたということになりますし、鎮西府、鎮西短大っていうのがねありましたけども、要するに南朝の勢力がどんどん拡大するにあたって、足利幕府もこれは放っておけないと。今川定代とかね、いろんな一族を派遣どんどんしてくるんですけど、なかなか1、2回のですね、そういった人たちで何代も重ねて、ようやく鎮圧して、最終的には本家じゃないですけど、本部の方が、世に和平を交渉したと。足利義満ですよ。尊氏、義昭、義満と足利3代にわたる抗争ですから。これは60年ぐらいですかね、約ね、南北朝期っていうのは、実質50年ぐらいかもしれませんけど、長い長い混乱の時期で、歴史でも取り上げられるケースっていうのは非常に少ないんですけども、ドラマですね。そういうことでこの人もですね、武光公があまりにも有名なんで、その父ということでですね、ちょっと簡単にお話をしているという状況になります。その足利の勢力との戦いっていうのは、もともとだから北条のね、家臣に甘んじてたというか、割とこう名門の家ですから、なんですかね、九州で離れたところで、代々ですね、やっぱり足利氏じゃないですけど、いざとなれば北条を討つぐらいな。で、鎮西短大っていうのは、北条氏の時代の鎮西短大っていうのもありますよね。北条氏の一門が送られて、六波羅探題みたいに九州を統治するという目的で、それをこう目の敵にするということになるわけですよ。表向きはですね、協力をしているような感じにも見せていたんですけど、結局菊池としてはですね、独立を守りたいですし、その後の戦国時代に突入する、全然これは前の話ですけどもね、やっぱり菊池氏っていうのはいろんな大きな戦があって、名門の人たちが撃たれたりして、結構大変だったんですけども、武時の後にですね、一応武重という方がいるんですが、肥後の、守護というか肥後を
最終的に収めることに成功したんですけどもね。ですからこの人の導いたあのやり方っていうのは別に問題はなかったんですけども、まあ、同族争いがねないことはなかったんですけども、結構ご兄弟とか子供がすごくいるんで、まあ、ちょっとその辺が心配かなっていうのはありますね。まあ、それでちょっとやっぱりなんですかね、あの全部達成せずにですね、ちょっと惜しまれつつだし、まあ、42歳で亡くなってますから、まだまだこうやり残したことあったと思うんですよね。まあ、あの別に菊池氏が滅ぶのを見たわけじゃないですし、まあ、あのやっぱり全盛期とやっぱり後に島津大友にだんだん押されていくんですけど、その頃のことはですね全然関係なくというところですので、まあ、この方にとってはですね、まあ、その上り上がり上り坂の初めぐらいのところにいたわけですよ。まあ、それをまあ後の人たちが継いで、まあ、特に武光公が、まあ、南北朝期に菊池家の名前を挙げたということになりますね。だからまあちょっとあの話はいろいろ飛ぶんですけども、まあいろんな方がいる菊池氏の中でもですね、まあ、結構なんですかね、あの勇猛とか豪遊っていうのはどうしても武光公とかに、武俊公とかそういう方にちょっと譲るかもしれませんけど、まあ、こう冷静にあの将来を見据えていたんでしょうね。ちょっとそんな風にも見受けられます。もうちょっと長く生きてたらね、また菊池の、あの時代もまた変わったかもしれませんけどもね。まあ、そんな感じの武時公でした。はい、これは菊池神社の銅像になりますね。